あいつはひょっとしてあれを仕掛けようとしてるのかもしんねえな。大政奉還ってことですか？いつだ？それはいつ頃？分かるやつがいいんならオイラも聞いてみたいよ。武力討伐が始まるより先に幕府が祭りごとを朝廷に返してしまう。天子様たち、薩長たち、政権を手放したもんをまさか武力討伐することはできんがじゃろう。それはえい、こいつらの土佐は時代の舵を握れるかじゃ。けど薩長はこのような策を許さんき。変なおまん、バレんかったらそれでよかじゃ。陣誘導と坂本は今や全く交わりを断っているものと思われます。では引き続き調べを続けよう。はい。お許しを。龍馬さんの暗殺は大政奉還から明治になるまでの間の寒い時期だったイメージがある。大政奉還は今年1867年ということは、来年のどこかで明治ということは、暗殺は今年の終わり頃か来年の頭頃のはず。坂本龍馬と同じですね。龍馬が死んだ日も確か。確かなんて言ったっけな。やはり燃やされるのですか？勝先生にそうした方がいいって言われて。坂本様にも事の次第をお知らせした方が良いかもしれませんね。届いてくれよ。出かけるんですか？咲さんに三番を紹介しようと思いまして。野風さんがいらっしゃるまでにできるだけのことを覚えようかと。よろしくお願いします。今は他に動くことができなかった。10月に野風さんの出産が控えている状態で、どこにいるかわからない龍馬さんを探しに出るのはあまりにもリスキーだった。来るべき時に備えてできるだけのことをしておくことが、龍馬さんに対して今の俺にできる最大限のことだった。しかし恐ろしげな名ですな。呪いのシートとは。ノイローシートです。しかしこの呪いシートって便利でんな。まだなんで呪いよ。ノイロシートです。え、先生、久留米の田中久重様からお届け物が。田中さんから？おお、これは夜の手術が助かりまんな。お使いいただければありがたき幸せに存じます。ところでご友人とはその後いかがなされたでしょうか？ご心配ならもう一度文をお出しになられてみては。
手紙が届かないのも歴史の修正力の気がするんですよね。箱に触れてもよろしゅうございますか。はい。写真なるものは消えたままでございますね。はい。やはり私には先生のご存知だった美希さんは野風さんと御家門の大殿様との間の子孫であったから消えてしまったのだと思われます。だとすればすでに先生は歴史を変えておられるのではないでしょうか。薬や医療のことなどはもちろんですが、生き死にに関わることでも歴史の修正力が働かぬこともあるのではないでしょうか。それはそうかもしれませんけど、でもですよ、少し変えてしまったがゆえにもっと悪くなることってないんでしょうか。例えば野風さんの血筋が断たれてしまったりとか。なれど修正力がどう働こうが先生の望みは変わらぬのではございませぬか。俺の望む未来は何故この名を教えてくださらぬので。おかしな父上でござんすな。野風さんが子供を産み美希が生まれ変われること。生まれ変わられた方と先生は出会わねばなりません。そしておい、下がるぞ。陽道公が大政奉還を潔白してくださるそうじゃ。坂本龍馬が暗殺されない歴史を作ること。守ってくれよ、ミキ。自ら望む未来をこの手で作り出すだけだ。歴史は変えられないと決まったわけじゃないんだから。おー、ミキだよ先生。よろしゅうお願いします。はい。日曜劇場仁はずっと支える、もっと役立つ日本生命、リーディングイノベーション東芝、自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王、水と生きるサントリーがお送りします。子は順調でございます。母体の方も異常は見受けられませぬ。出産はこの具合だと月の終わりほどになりそうですね。がんもさほど進行してませんし、うまくいきそうですよ。私を奥医師にですか。上様からぜひ南方先生をとご指名がございまして。上様には捕らえられた折にご一筆をいただいたご恩もございましょう。それはそうですけど、率直に申し上げますと、その恩を忘れ反旗を翻しているご友人もおられるようで、
この時世でございます。いかな疑いを受けるか分かりませぬ。江戸で神遊堂が苦境に置かれぬためにもお考えいただけませぬか。はい。南方先生ではございませんか。野風花魁のお調べにご一緒いたしました三隅でございます。三隅先生も最近は医学書に。私も今では奥医師に取り立てられましてな。そうなんですか。すべて南方先生のおかげでございますよ。へ、あの折の見立て違いを大友にきつく戒められたからこそ初心に帰り意の道に励むことができました。これからもご指南いただければ。はい、じゃあ。もうじき全てを失いますよ南方先生。何かございましたか。何か。神遊堂の立場か。ゆっくりゆっくり。そうですそうです。もう少し丁寧に。はい、優しく。そうですそうです。何をやってるんですか。子が逆子になってしまい向きを戻す生体術を施しております。逆子ですか。こんな時期になって逆子になるなんて滅多にないですよね。まあそうですな。戻らへんかったら前言うてあった帝王切開っちゅう手術をするねか。いや、神遊堂にある麻酔は胎児には強すぎますから、それはできないんです。では、その場合は。とりあえず、急を試みてみましょうか。お急ですか。逆子に効果があると言いますし、まだ日がございます。切羽詰まった顔は、よしましょう。そうですね。この子は生まれてきたくないのでおざりにしょうか。逆子のまま産むという方法もございますよ。そりゃまことで。案ずるより産むが易し、お産はなんとかなるものでございます。さようで。時に坂本様はどうしておいでで。あ、今はどこにいらっしゃるのか。なかなか飲んでくれんの徳川は。大丈夫じゃ、最後は絶対に飲む気。その自信はどっから来るがじゃ。坂本さん。おお、若年寄りの長い現場の神の屋敷に出入りしておられたそうじゃどん。一体何をしとりやったとな。おら大久保さん、敵の様子を探っちゃったかじゃ。ねえねえ、土佐はこともあろうに大政奉還を建白したそうじゃなかか。土佐のお箱は裏切りか。まあ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 、ちっと話を聞いとおせ。これは壮大な茶番じゃき。茶番考えてもみんかや。戦で負けちゃう前夜に祭りごと返せっちゅう話を徳川260年が飲むと思うかい。陰で食器をもろうて武力で賭博をするっちゅうがは聞くと聞こえもようないろ。それやったら正面から剣破し、これでも通らんもやったら俺は武力賭博も仕方あるまいし、そうなるかじゃろ。どうせ断るがじゃ。おいたら直に共演したらいい。そげなお考えやったらないごておいたちに
話をしてくれんかったとでごわすか。敵を欺くにゃ、まず味方からち言うじゃろ。じゃっとん、実は先ほど、おいたちは、官軍になりました。特許が下ったがかい。坂本沢のお心遣いはありがたがっとん。兵を待たしては、士気が落ちます。こんまま、挙兵したかち思います。西郷さん、聞くと考えとせ。あと何日か待てば。薩摩んこつは、薩摩が決めます。暴力は、暴力を生むだけなんです。助けられた者は、助けられた恩を感じる。力でねじ伏せられた者は、ねじ伏せられた恨みを忘れ、戦は戦を呼ぶ。どっちが新しい国を作りやすいと思うがぜよ、西郷さん。やっぱり、そいが本心でごわしたか。また、ちょっちょっちゅうか。茶番でごわす。ああ。やっぱりそんつもりだったとか。幕府いいね。ああ。坂本。みんなが一生懸命やっちゅるがは、この茶碗の中の喧嘩じゃ。こんなもんは、ほれ。外から指一本で倒されてしまえでよ。国中の戦が長引けば、列強につけ込まれ植民地とされるがじゃ。倒幕はかなっても、属国になっては元も子もないろ。頼むき、誠の理は何だろか。しとろ、理だけで生きるわけではごわはん。人には上州門がごわす。己の裏を描いた相手を信じるコツはできもはん。ねじ伏せられんかったコツをありがたがるようにはできておりもはん。わしの友人の皆方人は幕府と長州が戦う中のを見て、どっちがどっちやら分からんちゅうたがじゃ。その意味をもっぺん考えてくれんかのう。西郷さん、西郷さん。これは美希さんにお願いしていらっしゃるのですか。そのつもりだったんですけど、これって未期的には自分につながらない祖先が生まれるってことじゃないですか。応援してくれるようなもんじゃないんじゃ。先生、サキ様。あ、始まったようでござりんす。力を抜いてください。坂子はどうなって。少し回り始めております。そのせいでお産が早まったのかと。陣痛の合間に回転させます。大丈夫ですよ、野風さん。福田先生呼んできます。もう少し回ってください。楽に出られますよ。サキ様は真っ白でありんすな。あつきが子を産めば先生の思い人をもう一度作ることになるやもしれんせんのに。やはりご存知で。力を抜いてください。
楽に。野風さん、私の心は真っ黒でございますよ。いつもいつもつまらぬ嫉妬ばかりで、その度に己が嫌になります。野風さんにはいつもとてもかなわぬと。かなわぬ。野風さんは何も見返りを求めぬではないですか。私はそのような気持ちには。野風さん、この通り大丈夫でござんす。うまくいってくれよ。お腹に力入れて。はい、お腹に力入れて。もう少しですよ。頑張って。頑張ってください。お腹に力入れて。わしの言葉で騙しちょったっちゅうことか。おまんも文句の一つも言わんきゃ。こいつはおまんのことも騙しちょったぜよ。私は大政奉還は悪くないと思いますが。東、おいしは徳川がこれを受けんかったらどうするつもりじゃ。土佐を徳川と心中させる気かと聞いちょるかじゃ。徳川は絶対に飲むと思う。何を根拠に。南方仁がこれが正しい道だち言うたからじゃ。はあ、坂本さん、最強40班の重臣が二条城に召集されたようです。大政奉還について表情がなされるものかと。いったこれは子が横向きになり、そのまま出てこようとしてしまって、子供の片手だけが出てきてしまったのでございます。ちょっといいですか。先生。大丈夫です。手はあります。準備をしていきますので、福田先生、手伝ってください。はい。陣痛が始まってすでに15時間、母体の衰弱も激しいです。そもそも普通の体ではありませんし、子供は諦めて野風さんの命だけでも助けましょう。待ってください。野風さんは長くはない体やって知ってあって、それでも産むって決めはったんでしょ。命を落としても産みたいんとちゃいますか。他に方法がないんです。そんな、例えば麻酔なしで帝王切開をすることにしたとします。母体がその途中で息絶えれば、胎児を無事に取り出すこともできなくなる可能性もあるんです。どちらか一人でも確実に助けるとするなら、それは母体しかないんです。野風さんが耐えきれる方にかけてみるってことは、脈も呼吸も早くなってます。もう限界だと思います。野風さんを手術室でお願いします。
治療をしやすいという話です。野方さん、少し痛みが強いようなので、まず痛みを止める処置をします。ここに害のない痛み止めはなく、ごく軽いものなので大丈夫です。嘘が下手でおざんすな。腹を切っておくんなし。このまま腹を裂き、子を取り出しておくんなし。切るのなら麻酔が必要になります。その麻酔は子供は耐えることができません。ならばこのまま切ってくんなし。麻酔をせずに切るなど痛みで死にませるぞ。あじきは車の中のカゴの鳥でおざんした。行きたいところにも行けず、会いたいお方にも会えず、剣道この子は違いんす。野山を駆け回ることも愛しき方と肩を並べ歩くこともなんだってできんしょ。どうかあちきの夢を奪わないでくんなし。帝王切開をいたしましょう。大丈夫です。おなごは子を守るためならどんな痛みにも耐えられまする。はじきは死人せ。この子を抱くまでは決して死人せ。帝王切開の準備を。よう飲めるの、こんな時に。こりゃ何かけじゃ。先生、準備ができました。すいません、帝王切開は実はほとんどやったことがないんです。美希さんが必ずお守りくださいます。どうしてそんなことがわかるんですか。先生をお慕いしているからです。美希さんは
たとえ己が消えようとも先生の幸せを願っておられるはずだからでございます。野風さんと同じように。参りましょう。メス。クーパー、はい、覚えちょるかい先生、初めて野風に会いに行った日んこと、襖の向こうで野風と酒を飲んで待ちよったら、ゴリ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 頭に穴を開ける音がしてるもん。気づいたら死にかけとったもんが安らかに息をしちょったかしら。膀胱と子宮下切の間の結露組織を切開します。おやき、わし信じたぜよ。死にかけちゅうもんのことは先生が一番よしちゅう。国も一緒じゃ。卵膜が露呈した。石灰層を両自身を用いて基本的に拡大。野風さん、もう少しですよ。卵膜を破膜したら、広く開けた石灰層から胎児の精神で競争に。死にかけちゅう国を生き返らせるには先生の言うことが一番正しいがじゃろうと信じたぜ。野風さん、頭が見えてきました。もうすぐです。大使だ、大使の面接を。サブリ先生、面接が終わったら直ちに麻酔を込めます。行きます。もう少し。生まれました、野風さん。生まれて。野風。剣道、これで落ちるかい。泣きなさい。今国はこれで生まれ変われるがかい。泣いて泣きなさい。泣いて泣け。
わしはまた道を間違うたがやないかい先生。
傷つくことが多いあの方に誰よりも幸せな今度は誰よりも幸せな未来を与えて差し上げてください。それちゃいますよ坂本さん。もう良いですよね兄上。日本語では幸い、フランス語では天の使いにござりんすか。アンジュ、アンジュさんでありんすと。何故銀のさじを？西洋では子が一生豊かに暮らせるようにと誕生の祝いに贈るそうでありんす。今日死んでしまうなんてこの子あれみたいですね。ほら幕末の坂本龍馬と同じですね。龍馬が死んだ日も確か誕生日。誕生日、誕生日だ。たとえ先生、時が移ろうと縫い合わせた絆だけして先の15日に大政奉還がなったんだとよ。あいつやりやがって忘れれば徳川を終わらせやがった。これが大政奉還の建白の元となった龍馬の意見なんだけどよ。議員を置くこととか天下の人材を顧問に据えるとか八つ目まではまあおいらや一葉さんが教えたもんをそっくり頂戴してやがってさ。けど最後の一つ九つ目ってのがよおいらにはとんと覚えがないんだよ。皆が等しく必要なる医療を受けられ健やかに暮らせる保険なる仕組みを作ること。知恵をつけたのは先生かい？いるはずもない俺の足跡が歴史に刻まれていく。坂本龍馬の手で歴史は変えられないわけじゃない。あなたに吹く風よ、あなたに咲く花よ、あなたと龍馬さんの誕生日はいつですか？確か11月15日だったっけかな。あと一
き。ええじゃないか、ええじゃないか、ええじゃないか、それ。おお。してやられましたな。お主とは別の密偵が飛脚より買い取ったものだ。坂本と通じ我らをかばかったか。龍馬さんに会いに京で行ってきます。今からでございますか。佐々木さん、龍馬さんは一月後に安産。先生、中田陣がおれば坂本龍馬は死な。助けます、この手で。そこで何をしておる。お前、もう時間がないです。どうしても伝えなきゃいけないことなんです。歴史は変わらないわけじゃない。先生、まさか。日曜劇場陣はずっと支える、もっと役立つ日本生命。裏を一滴リーディングイノベーション東芝。今すぐ京都出ましょう。ここは危険なんです。先を。自然と調和する心豊かな毎日を目指して、花王を。水と生きるサントリーがお送りしました。やめろ、やめろ。